首を左へできる限り回して、元に戻して、今度は反対側、真ん中へ。患者さんの鼻の位置で可動域を測定します。75度から80度くらいですね。戻して、反対側と比べましょう。こちら側が小さいですね。60度くらいでしょう。右回旋で首の右側の関節が閉じて、左側の関節が開きます。右回旋が少ない原因とは、正しく閉じない右側の関節が機能障害を起こしている可能性があります。次に腕の感覚テストを行い、頸部神経のインピンジメントの有無を調べます。これまで手のしびれや痛みは頸部の疾患が関わっていることを学びました。痛みのある場所によって頸部のどの部分に疾患があるかが分かるのです。具体的には、親指と人差し指に痛みがある場合、原因は C6 神経根です。 C7 は中指、C8 は第4指と第5指から腕にかけて痛みが出ます。 C5 は腕の上部から側面にかけて、それぞれ末梢神経の分布により異なります。しびれたような感覚や鈍痛が手のひらのこの部分にある場合、尺骨神経が原因でしょう。正中神経は手のひらと人差し指および中指です。しびれや鈍痛が手の甲と指のこの部分にある場合、頭骨神経が原因です。私が内側に押す力に負けないように力を入れてください。力を抜いて。このテストは外旋筋群の強度、つまりローテーターカフの強度を調べる重要な検査です。後方と上方のローテーターカフ、棘上筋と棘下筋と小円筋を調べます。後方ローテーターカフに多いのですが、これらの筋肉に部分断裂や完全断裂などがあると、患者の腕は力に負けて閉じてしまいます。肩甲骨を固定した状態で、さらに肩関節に力をかけます。硬いエンドポイントがあり、患者は痛みを感じるかもしれません。これはインピンジメントテストという、肩峰と上腕骨の間にある腱の全部を圧迫して調べるテストです。痛みがあれば結果は陽性で、二頭筋長頭腱または棘上筋腱に炎症があることを示します。肘関節を90度曲げて、親指を天井に向けます。手に鉛筆やペン、打鍵器などを握ってもらいます。打鍵器は床に対して平行なので、開内角度は90度ということになります。次は開外です。しっかり握って、開外角度も90度です。このような道具を使えば簡単に評価できますね。ここが尺骨で、頭骨はここです。頭骨は開内で、尺骨を越えて回旋します。開外では尺骨を越えずに平行になります。開内や開外の制限は前腕骨の間に障害があるのかもしれません。あるいは筋肉の弱さや関節の腫れが原因の場合もあるでしょう。テニス肘、つまり外側上下縁のテストです。外側上下は骨の隆起で総視神経腱が付着する部分です。上腕の力がこの一点に集中するため、総視神経腱に沿った組織にかかるストレスが過剰になり、オーバーユース症候群を起こすのです。この部分の組織が損傷を起こしているか調べましょう。握り拳を作ってもらい、手首を反らせます。前腕を保持し、下へ押す力に対して患者に抵抗してもらいます。
力を抜きましょう。肘の外側部に弱さや痛みがあれば、総視神経腱の炎症か外側上顆が炎症を起こしていることが考えられます。